はい、電車で5分しゃる仕様。今回は山手線普通205系。難易度は2ぐらい。簡単。目当たり。で、駅数がちょっと多いのかな、多いので、停車駅だけ、停車駅周辺だけ移します。ATC があるので、この電車は山手線内回り、大崎行きです。ペースを上げて、戻り間違いございませんように、ご注意ください。ペースを上げて早めに駅に着いて、ブレーキングでゆっくりして、時間を合わせたり、停止位置を合わせるってことができないのが残念。持ち算でちょうど70キロぐらいですね、ちょうど。結構時間的に危ないですね。あ、OK。やば。結構でかい。後にでちょっと60キロ、ATC65 制限にぴったり合う感じやね。やばい、止まれるかこれ。やばいね。くそい味が。やばいね。おー、減ってく、だんだん減ってく。お乗り換えです。ホーム前隠し警笛でプラスポイントもらいましたね。で、やっぱり通勤電車は止まらないということでブレーキポイントを早めにしました。超下手。まあいいじゃん、まあいいじゃん。内回り電車は向かい側1番線に参ります。やばい、時間がない。でもブレーキも間に合わない。超下手。クリアですね。持ち点は80秒だったのが58秒になっちゃってちょっと減っちゃったけど、まあいいや。さあどうなる。いやー、結構いい点数だな。90点、いいね。さっきやったのが渋谷から大崎、ここからは大崎から東京まであります。で、持ち時間は60秒から。難しくなってね。どんだけど、もともと持ってる点数が大崎までね、20何秒か落として、22秒落として58秒だったから、60秒のスタートっていうのはゲーム上で見ると難しい気がするけど、さっきの自分と同じ路線で走ってると考えたら、まあなんかちょうどいい感じなのかなと思いますよね。2番線、はい、ATC 信号の指示速度を守ってくださいと。これ守らんとはね、ブレーキかかっちゃうから守らなきゃいけないんですよね、本当に。標識とかの速度オーバーだったら、まあ減点されるだけで無視してもいいんですけど。さあ品川停車と、まあ、東京に向かっていくわけだから、やっぱりさっきよりはブレーキが効きづらくなっていくのかな。関係ないのかな。残り10秒。あ、ダメじゃねこれ。もうギリギリセーフ。多分駅ホーム入って、あ、まだ、ここか、ここで45キロか。黄色い線はみ出てんじゃん。危ないってこれ。もうコバゲームだったらね、鳴らしたら、そこで警笛鳴らしたら、ポイントもらったりするんですけどね。4秒装着はちょっときついかも。さ
座っていくので新橋に入っていくと、ちょっと時間に余裕あるのは何か知らんけど、時間ないな、残り15秒しかないのか。OKOKOK、 もうグッドとか別に狙わなくていいや、止まれればいい。快速線、地下鉄、時間がない、時間がないぞ、これ。東京弊社、さあグッカツルブレーキ、やば、まあ一回最後抜けたし、よし、まあいいやいいやいいや、性能配慮量か83点、さっきよりは低いけど結構そんなにミスらなかったんだけどね、グッドが少なかったからか。なるほど、安全性能配慮、スピードを上げて運転するとそれが下がるみたいなんですけど、 ATC 制御があるんで出せないですよね。最高速度の 95% を出す以上出すと限定される、出せねえよ、だって ATC なんだもん、どこで出すのよ。これが見れればね、大体、文句ないですわ。